well, well, well. ブラザースケイ熊川でございます。引き続きでございますね、プライベートカーセックスラジオ第16回をお届けいたします。今回は近況、雑談会でございますね。今お送りしているのはですね、これは2015年にリリースいたしました、禁断のあのね、このところずっと、継続してやっているこのネットラジオでの、過去音源のオーディオコメンタリー、これではね漏れているいわゆるライブ版、ライブ版のライブ版、これまでにリリースしたライブ版については、オーディオコメンタリーを設けないっていう縛りにさせていただいておりますので、ちょっと今回ね裏オーディオコメンタリー会といたしまして、このね2015年にリリースいたしました、1975というライブ版、ライブアットスローダンサーでございますね。これはね2015年のね俺の誕生日10月7日なんですけど、40歳に俺がなった時ですね、5年前6年前、の誕生日に自主企画で行った、1975というイベントタイトルのライブを、今は亡き六本松のスローダンサーというバーで、取り行いまして、その時のものを収録したのをねライブ版として当時リリースしたんですけど、ちょっとそれをね、今回かけながら、ね、みんな一週間お疲れ様でございました。皆様、お疲れ様でした、乾杯しながらね、みんなで雑談を、みんなで雑談、俺が話してるだけなんだけど、お付き合いください。一週間お疲れ様でした。乾杯です。まあね、ちょっとね今後近況、いろいろ、話したいことがあって、つらつらとねつれづれなるままに、雑談会としてこの放送をお送りしたいと思っております。先ほど公開いたしました、ケイ熊川 in ニクシミレコーズ名義の音源、ニクシミレコード、ニクシミレコーズのオーディオコメンタリーもぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。ケイ熊川でございます、ね、ライブ版の方は今1曲目ローザーをやっておりますね。これ当時だから12曲、これワンマンだったかな、だからね。ワンマンライブでやっているものを曲の部分、曲順もその時のまま、収録したやつでございますね。今聞くと、なんかこういうのもあっていいですね。ありがとうございます。近況ね。いやはや、そのまず10年こうやってね10周年って偉そうに言ってますけども、これね意味があって、これね当時そのなんでしょう、疲れてるんですね俺がよ。まあね、この10年って考えた時に、この10年間は俺あらゆることが起こったので、身の回りにね、これはプライベートなものを含めてでございますけどね、何しろ、ね、身固めて子供を、ね、授かって、そういうものもありながらライブやって、新しい歌を作って、でたくさんの人と、ね、こうやってつながることができて、つながるとか言うと今気持ち悪がられるの、死ね思いますけどねえ、一緒にやるんだよ。ちょっといっぱい付き合えよ。うざいっすか。2曲目、ジャガーノートベイビーですね。ありながら。そう、それでね、ちょっと疲れててね、っていうのも、
ねえ、ねえ、これ察しのいい方はなんとなくねえ気持ち悪さを感じてたかもしれないですけど、俺やっぱね、これ10周年区切りでね、最後にダークパーティーって音源を今年作るって言ってますけどもね、これ今年中にできるのか来年までかかるのか、ちょっと大きいやつなんで分かんないですけど、これ作ってもういいかなってずっと思ってたんですよね。うん、っていうのもね、それを作ることができれば、うん、総決算としてね、なんかこう、正直に言いますよ、正直に言って、そのだからな、こっから先のビジョンがなかったですね。なかったっていうかね、10年間やってきて、なんだろうな、これから先自分が何をやっていくのか、やりたいことはありますよ、たくさん。だけどやってどうすんのっていう自分もまたいて、なんかこう心が折れたっていうよりも、うん、ね、日々生活は忙しくなり、ワーキングプアでございますから、音楽をやる時間は楽しいんですよ。で、楽しいんだから、楽しい中で、楽しくできる中で続けていくということは一つの力だと俺もよくよくわかりますけどもね、なんかこう、俺はずっとあの夢見がちですから、ガキの頃から夢見がちだったし、思春期を迎えても、ね、若い自分にも夢見がちだったし、今でも夢見がちなんだけど、だからこそですよ、うん、こうね、ああ潮時というものかと思ってたんですね。で、その理由はやっぱり、うん、これから先続けていくことに自分の魂が良くなっていくビジョンを見出せなかったですね、正直。うん、それはそれ、俺がそう思ったんだからしょうがないですよ。うん、これは周りにとやかく言われることではない、俺が自分のフェアネスとして公平性を持って人前で表現活動をやらせていただくっていう時に、自分が自分にかなうようにできないんであれば、俺の場合は、うん、できないなということをね、ずっと考えていて、そうなのでね、その総決算と、そしてね、今こういうインターネット上にね、いろんな情報を残すことができますから、こういうふうにしてね、俺が何をやったのかっていうアーカイブだけは残してっていうことを考えてたんですけど、これさ、それ考えてやってるとどんどんうつうつしくなるんだよね。うつうつしくなる、あの、なんのよ、そりゃそうだよね、うん、就活だからさ、これね、あの、終わる活動の方の就活ね。だから就活やってるとそれは鬱になりますよ本当に。なんでね、うん、でちょっとね、トンネルの中に潜り込んでいたのがこのところという正直なところがあってね、うん、でそれがね、ひょんなことからイメージが、なんだろう、出てきたのか、湧いてきたのか、降りてきたのか、なんでしょうね、ビジョンが見つかりまして、見つかったんです、つい昨日ですね、3月5日のことでございました。まあ非常に個人情報を含む話でございますので、ここでね、全部をあの洗いざらい話すのは差し控えさせていただきますが、何せよこれから先俺が何をやって、やり続けた先に何があるのか、どうなりたいのか、もしくはじゃないな、どうなりたいのかと、どうなりたいのかと、どうするのかが点と線でつながりましたですね。
昨日、命が助かったと思いましたよ。なのでね、急にパッカーンと変わるわけではありませんが、これからそういうふうにして俺が何をやっていくのか、それはもう今まで通りの俺の延長線上に見晴らしができたっていう意味です。ね、いいことです。おめでとうございます。ありがとうございます。ケイクマワです。今後もよろしくお願いします。3曲目アダムスキーをやってますね。この頃にもやってたんだ。何しろ本当ね、コロナ禍もあり、みんなが大変な時期もあり、お疲れ様でございます。ビールを飲みましょう。ダークパーティーというものをこれから一大プロジェクトとして俺はやるんだみたいなことをね、このラジオでしつこく申し上げておりますけどもね、そこについても、初心表明をば、思うですよ。これは大事なことなんでね。ダークパーティーとは何なのか、ちょっとメモを書いたりもしながらもね、いろいろ、構成構想を続けている日々でございます。あのね、それと関係してくるんですけどね、最近ね、耳にする、目にすることがネットとかでもね、テレビでもね、増えました言葉があって、アップデートで皆さんおっしゃいますね。アップデート、このアップデートっていう言葉の話、なんですけど、その要はね、自分のこう価値観だったり生き方だったりっていうものを更新して、新しいルール枠組みという名前の、パッチを当てると。つまりこれはさ、システム、社会というシステムの強化ね、機能拡充なんですよね、これ。そういうことでしょ。アップデート、システムをより強固に、巨大に、揺るぎないものにしていくんだという。そうしてそこへね、俺たち人間が最適化するんだっていう。あのね、俺は思います。それが進歩なんじゃろうか。それは進歩なのかなのかと俺は思います。俺は社会というシステムからこぼれ落ちたもの、飛び出したもの、ふるいにかけられて落ちたものたち、社会の中でうまく生きられないものたち、堕落したものたち、俺はそういうものについて、そういう人たちの持つ何かについてずっと歌ってるですよ。ケイ・クマガワがこれは2011年に歌い出した、その10年前から、それはもう明確にそうだったんですよ。今より強くそう思っているんです。だからね、俺が申し上げたいのは、俺たちは堕落の民だ、
ね、こぼれ落ちた小石のチリアクタのいくつかだ。俺たちは町の火を尻目に暗い松原にいて穴を掘り、世界中の裏通りから拾い集めたキラキラと輝く季節の残暑を埋めて歩く墓守なんだ。俺たちがダークパーティーなんだ。これがダークパーティーなんだ。暗い塔。このことを俺はメッセージとしてこれからアクションとしてもっと広く伝えていきたいと思っているんです。わかります？ダークパーティーというのは社会と隔絶していく俺たちの祈りのアクションの名前です。よろしくお願いします。なんかねー、まあ基本とはいえね、俺はビールとタバコとコーヒーがあればね幸せなんですけども最近ね、ああ最近そうだ、俺久しぶりに曲を書いたっすね。今書いてる途中なんだけど、今仮タイトルで、Song 7っていう曲を今書いてますね。ね、歌詞の1行目が俺のあばらって書いてあるから、まああんま成長してない成長、うん、あんま、まあ、今まで通りのケイクマガーだなと思っていただければ、この曲もそのうち、ライブでやりましょうね。あとね、なんだろう、今年さあ、ちょっとビール、ね、俺いろいろだから、そのほらこのねラジオの超初期の頃にも述べたすけど、とにかく今年の目標はその継続性と、それから計画性ね、うん、継続していくっていうことと、あの計画性を持ってね、きちんと自分のプロジェクトをあの割り振りしていかないと、俺みたいなものはどんどん時間だけ過ぎちゃうから、うん、と思いながら今年さ10周年とか言って、何しろそのね、ダークパーティーというものをね、作るんですけど、これ1年がかりになるのか、2年がかりになるのか、うん。で、もうありながらね、先週ね、その、どういうふうな感じで自分がものを作っていくかっていうののあらましをね、青写真をね、リリーススケジュールみたいにちょっとメモに書いとこうと思って、何を作ろうと思ったらそれを遡ってね、どのくらい時間がかかるから、どういうふうに動かなきゃいけないかみたいなこともちょっと考えないとっていうのも、もうとにかくそのもう今俺生活、プライベートな生活の方がもうガッチャガチャで終わっちゃうじゃなんで、とにかく時間が取れないんでね、時間を作るためにこうものすごく調整しないといけないんで、そう、その辺もね、ちょっとちゃんとやんなきゃと思って、今年作りたいものの音源のリストみたいなものを書いたんですよ。うん。歌ね、これね、リリーススケジュールみたいなものを書いてみたら、今年ね、
1,2,3,4,5 今年俺6枚音源をそんなわけがあるかっちゅう、これは無理ですね。今年6枚は多分無理だけど、そのぐらい今作りたいものはあると。ねえ、このうち何枚が今年の暮れにね、完成しているのか。これ全部できてたらかっこいいけどね。無理だろうなと思いながらね。どうなんだろうね。まあ6枚、これあらましはね、そう、もう1個目は決まってるんですよ。間に合うかどうかは分かってないですよ。1枚目は今月です。ね、そろそろね、緊急事態宣言の段階的な解除みたいなものを受けて、今月2021年3月の20日土曜日でございますね。こちら福岡市、前田市のブローインニューソールにて、催されますライブイベント、これは岡村ボタンさん主催のライブイベント、トンタの森で会いましょうが今年も、開催されるそうです。少し前からね、そのお話は、伺ったりなんかしてたんですけどもね、自身のこのスケジュール調整もありながら、紆余曲折あって、これに出演させていただく運びとなる、なりそう、なる、なります、でね、やっぱりもう今年こそはここで、3月20日のね、そのブロウィンで、今後のね、もちろんコロナ禍でございますから情勢見ながら、になると思いますけども、開催される、あえて言います、開催されるトンタの森で会いましょう2021、に合わせて、このイベントのために書いた、2つの曲がありまして、それを取りまとめたシングルをね、この会場にいらっしゃった方に配布というふうにするのがいいのかどうかも含めてね、少し考えたいと、リリースの形態はね少し考えたいと思いますけども、何しろこの3月20日に向けて、K 熊川の、今年2021年一発目の、シングルでございますね。花の小道、それから口なし子、はい、この2曲のカップリングシングルをですね、3月20日にリリースしたいと思っております。よろしくお願いいたします。サイクロプスの足が今かかっております。ちょっとバチャバチャしてますね。ライブ版は、でもライブ版は面白いね。やっぱりその時の感覚がちゃんと、まあ、やってる本人だからねやってる本人が聞くと、やってる時のことをちゃんと思い出せますね。面白いですよ。みんなもライブ版撮るといいかも。責任は取りません。はい。何しろ、花の小道という曲は、まあね、聞いたことがある方には、お分かりいただけるかと思うけども、いろいろ自分的には、ね、初めての試みがあったりみたいな曲でもあるので、機会がありましたら、聴いていただけると幸いでございます。だからね、このラジオでもね、音源が完成したらね、このラジオでお披露目みたいなことも、あっていいのかなって、その、やっぱりね、今のご時世の中にあっては、会場に足を運ばないと手に入らない音源っていうのは、少しね、聞くことができない音源っていうものをリリースするのは少し心苦しさがありますので、かといって、
この花の小道をシングルにするっていう時にはですよ、うん、やっぱりそこはあのなんでしょうね、あのね、ネットで通販みたいなのは違うなっていう感覚がありますので、そのあたりね、あの音源の形で欲しいけどイベントごとにはちょっと足を運ぶのはまだ躊躇されるっていう方についてもね、何らかの方法をね、考えたいと思っておりますので、ご安心ください。ありがとうございます。俺に構ってくれてありがとうございます。ギブミタカが流れてますね。そうそう、このライブ版には6曲目にギブミタカっていう曲が入ってます。これ何かっていうとね、その次の7曲目がギブミチョコレートっていう曲なんですね。でこのギブミチョコレートを演奏しだすんですけど、すぐ思い出すんですね。あ、この曲はね、そう、この日のイベントにおいてはタカっていうパーカッションと一緒にやる打ち合わせをしてた曲を一人で始めちゃったんで、一回止めてもう一回こうなる、うん、曲、ギブミチョコレート、じゃあってギブミチョコレート、これはねゲストに、タカ&トット、それからガーデナーズのタカ、これはアフリカンパーカッションの全米というものを叩いておりますね。ちょっとバシャバシャ、あの録音状態がね、あれかもしれませんが、聞いてみてください。こういう趣雰囲気のライブイベントだったんだなっていう。さっきも申し上げたね、今年リリースしたいものをリストにしてみたら6枚ぐらいあったっていう話なんですけどね。まあこれね、要はそのやっぱりそのザ・ダークパーティーという EP を作るのが一番の目標としてあってですね、でこのダークパーティーを作る前に先行シングルを3枚作りたいと思ったんですよ。これはもともと思ってたんですけど、そう、それをやった結果こういう風にリリーススケジュールが長大になっておると。だからこれね、できるかどうか、そう、そしてね、だからこのダークパーティーという音源を今年の最後に作る、間に合うか知らんけど作るに先立って、そうやって3枚先行シングルを作って、そしてその先行シングルはカップリング曲を、そのザ・ダークパーティーには収録されない未発表曲にしたいっていう目論み、これがあるんで、そのね、シングル3枚とザ・ダークパーティーのアルバム EP、っていうんで、これ重くなってるのはこの4枚が、原因でございまして、まあこれはまあね、今後俺に構ってくれる人がいるのかいないのかってどうこうなっていくんだと思いますけども、それとね、先ほどお話しした花の小道のシングル、これはこれから急いで作るんですけど、うん、でね、もう一枚ね、先ほど6枚あると申し上げた、でもう一枚が何になるのかっていうのが、これはね、だから今年10周年でございますからね、
そのケイクマガワ活動10周年記念シングルを作りたい、と今構想をね練っております。でこれはね、そのシングルが何の曲のシングルなのかは決まっていて、ね、これが何曲入りになるのかとかがまだ未定で、でこれをいつリリースするのか、ダークパーティーの前なのか、とかもね、ちょっといろいろ今考えているところでございますね。これは、少し前に書きました悪魔とシンガーソングライターという曲がありまして、これをケイクマガワの10周年記念音源として、リリースしたいと思っております。でこの曲を撮るにあたってはですね、ちょっとミュージックビデオを、制作したいと思っておりまして、このあたりもね、なんとかね、協力いただける方を探しながら作りたいと思ってます。もちろんザ・ダークパーティーのプロジェクトに関してもビジュアルね、ビデオを作ることが念頭にありますのでね、この辺もね、うちのPC 環境では動画の編集が難しくて、この辺もね、ちょっと考えていきたいと思っております。今かかってるのは、8曲目イサリビですね。これはこれね、マスターのかっちゃんがギターを弾いてます。あ、終わっちゃった。あのね、このね1975っていう今かかっている音源、ライブ音源はね、当時あった六本松のスローダンサーっていうところでのライブを収録したライブ版でして、そう、この音源はね、その先ほど「Give Me Chocolate」で入ってた、ジェンベというアフリカンパーカッションを叩くタカっていう、ジェンベ叩きと、それからこのね、スローダンサーのマスター、これですね、かっちゃんがギターを弾いてますね。え、このカツっていう男はもうね、そもそもの俺出会ったの二十歳くらいかな、当時まだ実家に住んでてね、唐津なんですよ、このカツちゃんもね。でカツと俺はそうだから、バンドをやるために一緒に唐津の町からこっちへ引っ越してきてっていう、もう腐れ縁っていうんですかね、長い付き合いなんですよ。でね、こっちでバンドやってね、バンドで芽が出ずっていう話は過去に放送で述べましたけどもね、でも長い付き合いでね、スローダンサーをやってる時にはね、俺ケイクマガワでやるっていう時にもそうやってお店としてバックアップしてくれて、好きなようにね、イベントをやらせていただいてね、このマスターは今ね、また六本松でシックスパインズサンドイッチっていうお店をやられてるんでね、またね、そういうとこでも一緒にできればとは思いますね。彼はギタリストでね、俺とは全く種類が違うギタリストなんで、一緒にバンドやってる時には揉めに揉めましたけどあるあるですよね。それはいい、でもいいギターを弾くんですよ。ねえ、この音源に入ってる最後の「ペインキラーブルース」っていう曲を最後やってるんですけど、それなんかはね結構おおかっこいいなって、かっちゃんのねギターの入り方がみたいなことは思いましたね。っていう裏オーディオコメンタリー会を、ああ
お送りします。なんかね、この頃の雰囲気はいいですね。うん。そうそう。だからね、俺なんかはやっぱりそのあれですよ。ね、今でこそアコギ一本で弾き語りみたいなライブが多いですけども、もともとずっとそのね、即興性の強いバンドをやっていた時期がものすごく長かったので、で特にね、俺が生まれた唐津っていう街はそういうその即時的な即興的なその場で入ってすぐ音が出せて、そこでどういう結果を出せるかっていうところにミュージシャンシップが試されるような素性がすごく強い田舎の土地でしたからね。そういう中でやっていくのはまあだからね、若い頃はね鍛えられた部分があり、で俺なんかはねヘッポコギターなんで、ただこういうね、なんて言うんでしょう、主張と押し出しの強い音の中で存在感を示すプレイについては若い頃に散々チャレンジをねやりましたんで、そういうものもね今後ねいろんな場所に行ってはね、人の後ろでギターで入っていくみたいなこともね今後あるのかな、お楽しみでございますね。うん、感じかね。そうね、あんま長くなってるな。いや、もう長くなってる。ケイクマーで来れました。またのんびり飲みましょう。今日はこのあたりでです。